割と、まあ、このご時世なので、こうマスクしてることが多いじゃないですか。だからこう、口元が見えないっていうことで、その人がどういう表情なのかっていうことが、まあ、この目の部分でしかこう判断できないわけですよね。 だから、コロナ禍じゃない時に比べると、まあ、この人が喜んでいるのか、悲しんでいるのか、怒ってるのかっていうのは、その喜怒哀楽みたいなものが読めないのかもしれないですけれども、まあ、それにしても、僕はどちらかというとですね、こう、なんて言うんだろう、初対面の人に怖がられることが多いんですよね。で、その初対面の人に怖がられることっていうのは、あのー、まあ、 こちらとして実は意図的に怖がらせようとしている時もあるんです正直だけどそうじゃなくても何ていうか、あのー、正直どういう人か分かんなくてちょっと怖かったですだからものすごい緊張しましたみたいなことが多々あったりするんですよねあのー、まあどういう時なら あの意図的に怖がらせるかっていうとこ,れこれ言うと、あの、あれやな、何年か後になった時に、まあ何年か後にこの動画あの見る日何だなうか、まあいいか。あの例えばですね、あのー、2018年以前は、えっ、ー、と、毎年1年生がクラスの担任を持ってたんですよで。クラスの担任を持つと何が起こるかというと、入学式の次の日などに4月の2日ぐらいですかね、えー、クラスガイダンスってのがあるんですよ。 でそうすると、学生の皆さんは、まあ、あの、大昔は張り紙だったんですけど、最近だとどっかでその書類をもらったりとか、最近だと、もっと最近だと、あるサイトにアクセスして、PDF かなんかで、あなたは何月何時何時にどこに集合してくださいっていう感じの連絡を見て、で、自分で教室に行くんですよ。 でまあそうなると、えっ、ー、と例えば、えっ、ー、と一年一年四組は、えっ、ー、と例えばよ、適当に言う一年四組は A の四丸六に集合です。四丸六ってことねえか、4 0とかに集合ですとかいう感じになるわけね。そうすると、四、えー、組に入った一年生が、まあみんな男子、まあ、も女子もわーっているわけですよ。 で、ある時間になると、そのクラスアドバイザーというか、まあ、担任が入っていって、で、まあ、出席を取って、で、まあ、あの、大学のすごい基本的なことを伝えていったりするわけですよね。まあ、ここにこれがありますとか、履修登録ってのはこの日にこうやってやるんです、このガイダーズに出なさい、クラス担任ではこういうことするもんなんです、みたいな感じのことを言ったりするんですけども、で、そこにね、入っていくときにね、こう、なんて言うんでしょう。 まあ、個人的には、個人的には、うちの大学にそういうものはないんですけれども、個人的には、ガラガラって張り入って入ってきたいな。こういうタイプの動画好きなのよ。ガラガラっていきたいんだけど、まあ、そうなんないから、まあ、こうやっていくわけです。こうとか、まあ、こうやっていくわけですけれども。入、はい、っていってね、で、まあ、多くの人はもしかしたら、入ってガチャって入っていくときに、こんにちはとか、おはようございますとか、なんか言うんかもしれないけど、僕あえて言わないんですよ。 ガチャって開けて、入っていって、教託に置いて、教託にこの自分が持ってきたものを置いて、まあ学生に配るものがあったりするんでね、結構いろんな大荷物を持っていくんですよ。持ってって、こうでテーブルの上に並べていく間ね、どんぐらいですかね、下手すると1、2分、2分、2、3分ぐらいね、あえて一言も発しないんですよ。で、そうするとね、こいつ何者だろうみたいな、こいつきっと担任だけど、こいつ何者だろうみたいな感じのね、だんだんちょっとこう、それまではなんかこう、あ、 えー、あなたも同じクラスなのね、よろしくね、とか言って、その連絡先の交換とかわーってやってんだけど、その3分ぐらい無言で言うと、だん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 こう静かになってきて、こう、ふーん、みたいになるんだよ。で、これがね、おもろいんですよ。<laughs> ほんで、だけどその後喋り出し、喋り出してみると、結構、まあ、ボケまくるわけです、僕は。まあ、その、まあ、その初日にボケ、 で許されるる範囲のことボケまく,ケまくるんですよねだからあの、実際に4組のある学生が出してきた紙を見て、君の字いいねっていうところもありますけどね。ものすごい、ものすごく数字を書くんですけど、書く子がいてですね。まあ、あの、今、4年生やけどね。あの、これ。 あの、見てないと思うけど、ものすごい、あの、癖のある字を書く人がいましてですね、すごい,いや、僕、僕の好きなタイプの字だったんですよ。だから、なんかそこでいきなり、あの、ある学生の字について褒めまくるっていうね、なんか,なんか変な感じの空気になりましたけども、まあそういう感じのことをしたりするんですけれども、そうやって、なんか僕ね、あんまりこう、距離をどうやったら詰められるかっていうことが、ね、あんまりわからないんですけれども、あのー、 今日は8月30日、で、多分この人覚えてないと思うけども、昨日、おとといとね、ある職員さんとまるちゃんと LINE のやり取りをしたんですけれども、で、この LINE のやり取りでね、向こうを押してくるスタンプはね、時々腹立つっていうかね、なんかね,あのね、あの昭和のアイドル歌手のスタンプなんだけど、なんかね、ぶりっ子みたいな感じなんですよ。その松田聖子とかのね。 ブリッコのスタンプが来て、なんかね、ちょ、ちょっとイラっとくるんだよな。<laughs> イラっと、いや、イラっとくるけど、なんていうの、そのイラッとくるけど、本気でイラッとくるんじゃなくて、なんかイラッと、みたいな感じなんだよ、ね。こう、なんて言ったらいいかわかんないけど、本気でイライラするんじゃなくて、ちょっと、くっそ、おもろいな、みたいな感じのあれなんですけれども。で、この人ね、あの昔、あの、去年ですね、雑談とかで喋ったことありますけれども、この人はね、このね、距離の詰め方がすごいんですよ。だから、こう、例えばあの、距離を詰めるって言って、こう、 こういう感じでなだ、な、なんていうの、なだらかな直線を描くみたいな感じのさ、どうやって表現したらわからんな、これ。まあ、こういう感じのさ、例えばさ、こう、なんていうの、こういう、ある一定のペースで、あのー、距離を詰めていくかっていうとね、この人違うんですよ。この人ね、最初は、トントン、な、この、トントンっていうのがこの足音みたいなイメージね、トントン、シッってくんのよ。これがすごいのよ。 これはね、本当にすごい。この、普通であれば、この、例えば、歩幅が50センチだとして、100歩行ったら、何、何、何メートル縮められるみたいなとこあるんだけど、最初にね、50センチの、あの、あのあ歩みを、何歩かした後ね、ワープする感じになのよ。て。それでね、こう、なんていうんだろう。個人、僕の感覚的には、こう、土足で踏み込んでくる感じじゃないぐらいの縮め方なんですよ。 この距離の詰め方ね、このコミュニケーションのりこの高さはね、僕はね、嫉妬しますよ。あの、いつかし、し、嫉妬、嫉妬する人でしたっけっていう動画何本が出しましたけども、その、まあ、この人もそうですね。いや、ちょっとね、あのー、今日ある人にね、あのー、第一印象すごい怖い人かと思ってたんですって言われたことで、若干ショックを持っているので、ちょっとこの、まるまるちゃんのことを思い出して喋ったって感じなんですけどね。うーん。まあ、あの、頑張ります。ほんじゃまた。